こんばんは、ゆめです。こんばんは、らくです。今回は下川津の日本一時帰国編です。日本帰ってきてから今4日目くらいなんですけど、今回は3週間日本にいます。最初の2週間は私の実家に滞在して、最後の1週間はらっくんの実家に滞在するっていう感じになってます。やっぱりなんだかんだ日本にいると忙しいじゃん。だからどのくらい、動画を撮れるかわかんないんですけど、今回は私たちが一時帰国して思ったことだったり、思い出の数々をまとめようかなと思って、動画にいつもと違う感じの動画にはなると思うんですけど、最後まで見ていただけたら嬉しいです。ってことで、今日はミラが疲れて早く寝たので、私の地元のお風呂屋さん、スーパー銭湯、にラックンと2人で行ってきました。で、今帰り道コンビニに寄ってきました。どう？日本帰ってきて。いや、お風呂最高ね。お風呂最高だったな。コンビニ最高ね。帰りにフラッとコンビニ寄って、ね、なんか買っていく感じがいいです。そうね。これ毎回私思うんだけど、どんだけ久々に帰ってきても、帰ってきたらこう自然に馴染むというか、自分が、わかる？馴染むね。違和感なく溶け込んでる感じ、日本に、まあ周りから見てどう見えるかはわからないけど、自分の感覚的にはいつも住んでるような感覚、なんていうの？その感覚はある。あるよね。あのね、でもミラが生まれる前とかの方が、帰ってきて馴染むまでに時間がかかった。なんで？あのね、今家で日本語喋ってるから、こうスッて日本に入れんの。その前さ、例えば付き合ってた時とか、彼女いない時とかで日本帰った時はずーっと英語だけを喋ってるわけじゃん。でそこで急に日本語になるとなんかね、ちょっとギクシャクする、いろいろと。でもずーっと今は家だと日本語で、もう一日の半分以上は日本語喋ってるから、なんかもうスッて入れんの。前だったらもうちょい時間かかった。確かに。なんかうってなる。街中で人とさ、ぶつかった時にさ、ソーリーとか言っちゃったりさはしたよね、昔はね。コンビニの店員さんに何言っていいか分かんない。分かる分かる。ありがとうございましたって言うけど、なんかそれを言ってる人他にはいない。俺言ってる人いない。でもなんかいい意味でも悪い意味でも、うちらってさ、そのメルボルンでも日本語で会話してるわけじゃん。日本語喋れない友達が一緒にいない限りは常に日本語じゃん。だからさ、街中でもさ、言いたいこと言うじゃん。言っちゃうね。いい意味でも悪い意味でもね。言っちゃう。だけど日本帰ってきたらやっぱり、あ、気をつけなきゃって思う。あ、そうね。バスとか電車乗ってて、あの人っていう会話した時、あの人とか、なんか思った時にパッてさ、口に出せないじゃん。ラックにこう言いたいこと言えないじゃん。あとは本当当たり前のことなんだけど、みんな日本語じゃん。だからさ、会話が自然と入ってくるのよ、耳に。入ってくる。その違和感はある。それは毎回のことだから。そうだね。周りが日本語で全部理解できるっていう、普段とは違う感覚になる。でもとはいえ、あのね、夢の実家から帰ってくるっていうのはね、いいんだよ。なんで？あの、俺東京だから。帰るとやっぱ人がブワーっているから、たまにそこにちょっと飲まれる。疲れる。東京は疲れる。私は神奈川に住んでるので、やっぱりラックの地元というか、東京と比べると全然違うよね。なんか家の周りこそ静かだけどさ、結局東京行っちゃうと友達会うってなったら都市部に行くから。そうだね。あの、久々にやっぱ東京都市部、特に新宿渋谷とか行くとなんか圧倒されるよね。もう疲れちゃう。でも情報量すごい、耳からどんどん入ってきちゃうみたいな。シャットアウトできない。そうね。でもやっぱりだから、私は地元帰ってくると家族と過ごしたり、友達と過ごしたり、この実家で過ごしたりっていうのがすごい落ち着くなって思う。てか夢の実家の周りが落ち着いてるんだよ。そう。だから俺すごい好きなんだと思う。あの雰囲気、俺すごい夢の実家の、周り好き。すごい好きなんで。やっぱ俺多分静かなところの方が向いてるのかなって思う、最近。都市部とか絶対住めないから。東京よりは田舎の方が合ってんのかな。思います。
まあとりあえず今回もね、短い間ですが日本滞在楽しみたいと思います。いっぱい美味しいもの食べて、いっぱい太って帰ろうと思います。ちゃんと日本でもアボリジニアート着てるからメルボルソ T シャツも日本でも着てるしね、うん、普通にいつも通りの格好してるので、はい、それではちょっと今からお家に帰ります。はい、こんにちは。もうオーストラリアに帰るまであと4日になってしまいました。予想通り全然動画撮れなかったんですけど、しょうがないですよ、うん、休暇中はしょうがない。やっぱ3週間って限られた時間だからもう予定詰め詰めじゃない。結局あんまり詰めないで行こうって言ってたはずなのに、なんだかんだずっと動いてるから、うん、だいぶ疲れてきたよね。うん、行ったり来たり、なんか一日ゆっくりみたいな日はないね。うん、ない。そして日本はマジで夏みたいに暑い。暑いっす、うん、梅雨前なのにもう東京で今日28、6度暑いです。今日はラックンと2人でラーメン屋さんでラーメン食べてアイス休憩。このミニストップのシャインマスカット味めっちゃ美味しい。なんかメルボルン戻っていつもの日常に戻りたいけど寒いの嫌だ。それだけ。寒いのはね、暑い方が好きだから、うん、ここの暖かさから寒いとこには戻りたくない。もうなんか仕事もしてないからもう毎日ぶったるんでっからさ、もう緊張感のある生活に戻れる気がしないんだけど何いつも思うんだけど、こう日本帰ってきた時すぐ戻るよ。ダルダルになってっからもう。また家事が待ってると思うと嫌だ。日本では何もしないから。何もしないよ日本は。それがいいんだよ、たまに帰ってくる日本の。甘えまくってる。うん。暴飲暴食。やっぱ太ったかな。わかんない。俺完全太ったけど自分で見て思うもん。
顔パンパンになってきてるっていうか。でももう別にいい、うん、日本そんな体重気にして日本帰ってきてないから。うん、まあということで最後まで日本楽しみたいと思います。あ、だからあのコップに氷入れてもらえたら嬉しいです。あ、たくーん、たくん、はい、ということで私たちの日本一時帰国もう終了です。今から飛行機に乗ってメルボルンに帰ります。3週間本当にあっという間でした。どうだった一時帰国今回。早いね。忙しすぎてあまり動画撮れなくてすいません。お母ちゃん、ちょっと待ってよ。何？ちょっと待ってよ。なんで待つの？赤ちゃん、みんなでお腹痛いよ。お腹痛いの？え？お母さんと一緒じゃん。お腹痛いの？赤ちゃん、お母さんお腹痛いから。またメルボルンに帰ったら YouTube 頑張りますので、ぜひこの後の動画も見てください。そして今回はですね、なんとなんと、妹のひなたをオーストラリアに連れて行きます。なんの今回私の妹ひなたがあのワーホリでメルボルンに一緒に行きます。お世話になります。はい、なのでこれからはあのワーホリのひなたを密着していこうと思っています。はい、ひなたがいろいろ大変な思いするのを密着しようかなと。今のねワーホリのリアルをねお届けしていきたいと思いますので、皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。それではメルボルンに帰ります。日本ありがとう、バイバイ。日本楽しかった？よかったね。ミラの日本語も上達しました、この3週間で。